大谷翔平、山本由伸とクレイトン・カーショーの合体はあるのだろうか？ドジャース一筋16年で210勝をマークしてきたカーショーだが、今季球団初のワールドチャンピオンに輝いたレンジャーズが獲得を狙っているという。ここ2シーズンはドジャースと単年契約を結んでいるカーショーは、3年連続の1年契約でライカに再契約を結ぶのか。山本の加入で厚みを増したドジャースの先発ローテーションがシーズン序盤でどう回っているのかで、カーショーの飛車も決まりそうだ。できることならドジャースでまだ見てみたい。カーショーはドジャースにとっては貴重な左の先発やぞ。レンジャースは取らんやろ。カーショーは大市が入ってるから移籍はない。由伸はいい投手だけど、だからってカーショー捨てよなんてなるか。レンジャースが高い契約金しぶればドジャースと再契約もあるかも。山本が入ってもカーショーが出ていくならあまりプラスにならない。カーショーの動きがドジャースにとって鍵になりそう。個人的にはドジャース一筋カーショーであってほしい。カーショーはドジャースのシンボル、近い将来にはドジャースで引退してほしい。カーショーはドジャースのエースで貢献して、長年チームを支えワールドチャンピオン1回、リーグ優勝2回に貢献したのに。戦力を超えた存在だからドジャースとしては再契約しない選択肢なんてないやろ。奥さんがドジャースロス好きらしいから愛妻家のカーショーは残留やろ。5年前ならシャーザー、デグロム、カーショーがいたら夢のようなチームやった。今ではみんな怪我で投げられない状態だけど。カーショーは夏から復帰なら半シーズンしか投げられない。ポストシーズンに弱いからワールドシリーズ進出にしても期待はできない。今チームが必要なのは1シーズン通して活躍できる投手だから、先発3、4番手の先発左腕を取れば問題ない。残留するかどうかはカーショーが中5、6日ローテを飲むかどうかにかかってくると思う。ポストシーズン経験の多いベテランがいないのはかなり不安だと思う。大谷が加入したからドジャースの顔を譲ってもいいって考えてそう。カーショーがドジャースで大谷と由伸と一緒に投げてくれる未来が見たい。大谷と一緒にプレイして優勝して引退ってこれ以上ない花道やと思うで。